流行ってますね。ボヘミアンラプソディクイーンのギタリストのブライアンメイが沖縄の美しいサンゴをアメリカの新基地のために埋め立てないでって言ってましたね。ああれ、もう署名したえ。署名、アメリカ政府に提出する署名を集めてるんだってよ。スマホで3分でできるんだってよ。よえー。クイーンやローラちゃんにも名を連ねられるってテンション上がりますね。 安倍さんボヘミアン・ラプソで見てるって言ってたけど綺麗な海を埋め立てて基地を作ろうとしていること結果クイーン本人に叱られてプププですよねテレビでサンゴ礁を動かしてるって嘘ついてたしね阿部さんって嘘ばっかりですよね森友家計水道を外国企業に売り払ったり嘘つかれたまま騙されて。 憲法を変えられようとしてるよねそうだそうだテレビも本当のことを言わないしそうだそうだ市民がメディアになるしかないですねそうだそうだ,そうだ,そうだ